1963年のワシントン大行進で演説するマーティン・ルーサー・キング・ジュニア、アイハバ・ドリームとは、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが人種平等と差別の終焉を呼びかけた英語の演説である。1963年8月28日に、キングは食と自由を求めるワシントンでの行進の際に、リンカーン記念館の階段上で17分にわたって演説し、 公民権運動に大きな影響を与えた。演説は20万人を超える運動支持者が聞き、また1999年に実施された研究者による投票では20世紀のアメリカ合衆国で最高の演説であると評価された。同じ日に学生非暴力調整委員会の委員長として演説し、後に会議員となったジョン・ルイスは次のように述べている。キング先生には リンカーン記念館の階段を永遠に歴史に残される場所に変えてしまうことができるだけの影響力、才能、可能性があったのです。先生があのように演説されたことで、あの時あの場に集まった人々だけでなく、アメリカ中の人々、そしてまだ生まれていなかった世代にも、先生の思いは伝わり、同じ気持ちを呼び起こさせ、その機運を高めたのです。ジョン・ルイース、A、ドリームリメンバード オンラインニュースは http コロンスラッシュスラッシュ www.pbs.org スラッシュ n e w s h o u r スラッシュ b スラッシュです。ディレーションズ、ジュライディセンバー03、マーチ08から28、html2010 年11月21日、閲覧。演説の終盤に、マヘリア・ジャクソンがあなたの夢をみんなに伝えてと叫んだことを受けて、 キングはあらかじめ用意していた演説の締めくくりの部分を読まずに、アイハバドリームという題について即興で語り出した。キングは1963年6月にデトロイトのウッドオード通りをウォルター・ロイターや CL ・フランクリンと更新した際の演説でも、後のワシントン大更新での演説の一部を含めており、また他の部分についても詳しく述べていた。 習字の傑作と高い評価を広く受けているキングの演説は、バプテストの説教の形式に似たものとなっている。キングの演説は、聖書。演説の始めの方でキングは、ファイブスコアヤーズアゴという文言で言い出しており、エイブラハム・リン・カーンのゲティスバーグ演説を引用している。また、聖書の引用も含まれている。例えば、キングは、 旧約聖書の詩篇30章5節を演説の第2連目で引用している。キングは解放宣言で明確に打ち出された奴隷の廃止に関して、それは、囚われの身にあった彼らの長い夜に終止符を打つ、喜びに満ちた夜明けとして訪れたのだった、日本語訳引用1と述べている。また、第10連目の、そうだ、決して我々は満足していないのだ。そして、 正義が川のように流れ下り、公正が力強い急流となって流れ落ちるまで、我々は決して満足することがないだろう。日本語訳引用1という部分にも、アモス書5章24節からの引用がある。さらに、あらゆる谷が見起こし、日本語訳引用1という部分はイザヤ書40章4節と5節からそのまま引用している。この他にも、 国人たちの正当な不満に満ちた、この国書の夏は、自由と平等の爽快な秋が到来しない限り、立ち去ることがない、日本語訳引用一という部分は、ウィリアム・シェイクスピアの刺激、リチャード・サンセの出だしのセリフを引用している。文章の冒頭の語句を繰り返す、首く反復も、終字の手段として、演説全体で用いられている。例えば、最初の方で、 キングが聴衆に向けて時期を示す際にはナウイズザタイムという表現を用いているが、第6段落では4度繰り返している。中でも多く首く反復されている I イハバドリームという表現は8度出てきており、その表現でキングが描く差別のない一体化したアメリカを聴衆に示している。 この他にも、ワンハンドレッドイヤーズレ we can never be satisfied with this face, レッドフリーダムリング free at last, という表現も反復して用いられている。アイハバドリームとして知られるこの演説は、様々な版を重ねてきており、またその時々に合わせて記されてきた。演説は単一の版ではなく複数の装甲が組み合わされたものとなっており、最初は、ノーマルシー。 ネバー・アゲーンとなっていた。この台での版の演説は、アイ・ハバ・ドリームにはほとんど用いられておらず、最終版に。ノーマル・シー、ネバー・アゲーンの原稿は、モアハウス・カレッジのマーティン・ルース・ハーキング・ジュニア・コレクションに所蔵されている。しかしながら、アイ・ハバ・ドリームという語句が演説全体で用いられていたことや、アフリカ系アメリカ人、コスペル歌手マヘリア・ジャクソンが、 演説終盤に、あなたの夢を語ってと叫んだことから、キングはあらかじめ用意していた演説を中断し、アイハバドリームという語句を強調して解き始めた。ワシントン大行進は、ケネディ政権に対して議会での公民権法の進展についての、さらなる圧力となった。2007年の死没後に公開された、アーサー・シュレ・ジンジャーの日記では、行進が、 多くのデモ参加者の共感を得ることができなかったら、公民権の取り組みがうまくいかなかったかもしれない、というケネリの思いが示唆されていた。演説と更新を受けて、キングは、タイム誌の1963年のパーソン・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、翌1964年には、ノーベル平和賞を、当時最年賞で受賞した。2003年、国立公演局は、 リンカーン記念館でキングが演説を行った位置を記念する大理石の台座の除幕式を行った。また、議会図書館は録音資料登録簿に加えることでキングの演説を称えた。キングの演説の終わりの一節は、1952年の共和党全国大会でアーキバルド・ケアリー・ジュニアが行った演説に似ている。 両者の演説は、サミュエル・フランシス・スミスの愛国的な参加、アメリカの歌詞の一節で終わっており、また、レッドフリーダム・リングと呼びかける際に挙げられた山の名前にも共通している点がある。キングは演説の際に、そのコピーを配布していたため、演説に係かかる著作権の地位がしばしば問題となっている。第11巡回区構想裁判所における、 マーティン・ルー・サー・キング・ジュニア遺産管理財団体 CBS の訴訟事件では管理財団が演説に係る著作権を保有していると判示された。演説の全部、または一部の使用において使用許諾を受けなくとも特にフェアユースやフェアディーリングといった原理の下での司法管轄など場合によっては合法とされるがアメリカ合衆国の著作権法でこの演説は 著作権保護の対象となっているマイケル・ジャクソンのヒストリーという曲にこの演説の冒頭部分が引用されている。ありがとうございます。